漢音で文書という。文書と呼ぶ場合、特に古文書学では、差出人が相手方に意思、要件を伝えるために書いたものを言う。伝統的には紙に文字で記録されたものを言う。典型的には法律や契約が文書に記録される。これは文書の改変が困難であることと参照が容易であることによる。この場合、文書に対比される概念は高等である。 今日では、紙以外のメディアに電子的、時期的に記録され、コンピュータによって操作される情報も文書の一つである。この場合、英語のまま、ドキュメントと呼ばれることも多い。コンピュータの文書は、PDF、Word などのファイル単位で扱われる。文書はしばしば裁判の証拠として利用される。証拠調べには、検証、書証が挙げられるが、検証は、 書象と異なり文書の内容を調べる手続きではなく、文書の色や形状などを調べる手続きだとされている。あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情を、例えば原本が滅出して、成立の申請性が証明できなくなる場合や、改ざんされて現状が保存できなくなる場合のために、証拠保全が用いられる。滅失の恐れがある場合には、書象、 改ざんの恐れがある場合には、検証を用いるとされている。挙承者が所持しておらず相手方当事者または、第三者の所持する文書については、文書提出命令、文書送付職宅によって、証拠調べができる。文書提出命令には、文書送付職宅と異なり文書を出さない所持者に、制裁が加えられるので即時広告制度がある。文書は、 将来に向けて変更があり得る情報、記録は文書の一種であり、過去の事実に関する情報という概念もある。ありがとうございます。